Friends around the globe. How's everybody doing this evening? I'm Ria. Thank you very much for tuning in to Ria's Around the Globe. This program is broadcasted on FM of Kobe and Los Angeles TJS Radio. こんばんは、高橋理恵です。9月もね、もう最後になりました。最後の週になりました。はい。どんどんね、涼しい風がね、吹いている、そんな、日本神戸ですけれども。Let me introduce you to the co-host of the program, Chris. こんばんは、竹中直人です。それって、なんか、似てなさすぎてさ、突っ込みようもないんですけど。はい、とりあえずボケようと思う。はい、どうも。どうも、こんばんは。はい、ね。Rizzo Around the Globe ね。お聞きくださってありがとうございます。今日もねホットな一曲をお届けしようということなんですが、日本人のねアーティストで先週もお届けした藤井風くんの、はい、ナンバーからね、やっぱりねこの曲がもう彼と私出会った、まあ、きっかけっていうか、全然出会ってない、一方的に出会ってるんですけどね、うん、うん、そう、あのね彼はねやっぱ YouTube でもう中学生ぐらいの頃からね、うんうん、いろんなカバーをもう日本語の曲から洋楽からカバーしてきて、そのカバーで知って、そして彼は何なんだということで見ていくと、ちょうど今年の5月にね、ファーストアルバムをリリースしたということで、そのアルバムの中からね先週は1曲何なんお届けしまして、でこれ最後に収録されている曲で帰ろうという曲なんですよ。はい、うん、まずはその曲を聴いていただきましょう。藤井風、帰ろう。あなたは夕日に溶けて、私は夜明けに消えて、もう二度と交わらないのなら、それが運命だね。あなたは明かり灯して、私は光求めて、怖くはない、失うものなどない、最初から何も持ってない。それじゃそれじゃまたね少年の瞳は汚れ、腰の鐘は鳴り響けど、もう聞こえない。それじゃそれじゃまるで全部終わったみたいだね、お間違い先は長い、忘れないから、全て忘れて帰ろう、ああ、全て流して帰ろう、あの傷はうつけど、この乾きえねど、もうどうでもいいの、吹き飛ばそう、爽やかな風と帰ろう、優しく降る雨と帰ろう、憎み合いの果てに何が生まれるの、私私が先に忘れよう。
背中が軽くなった。それじゃそれじゃまたね、国土沿い前で別れ続く街の喧騒尻目に一人行く。くださいくださいばっかで何もあげられなかったね。生きてきた意味なんかわからないまま、全て与えて帰ろう。ああ何も持たずに帰ろう。与えられるものこそ与えられたもの、ありがとうって胸を張ろう。待ってるからさもう帰ろう。幸せ絶えぬ場所帰ろう。私が先に忘れよう。Oh, hey. ああ今日からどう生きてこう。はい、帰ろう藤井風で聞いていただきました。いや、この曲さ、私も聞いた時涙がもう溢れて、もう何回聞いても涙が出る。いい感じですね。はい、うん、彼ね、23歳という若さで、もう私すごく衝撃的だなって、本当久々に、日本人アーティストでとっても誇れるアーティストの一人、久々ですよ、うん、出会ったなと思ったんだけど、はい、はい、はい、彼はね、まあ子供の頃からお父さんに小学校を卒業する時に、これからは YouTube の時代だ、 YouTube YouTuber になれということでね、まあ、いろんな音楽をこうカバーしていくんですけど、もうね、英語をちゃんと最初から意識していて、日本語の曲はテロップで英語の歌詞を自分で入れてみたりとかね、うん、最近はすごくね、なんかかっこよく流暢にね、ネイティブのように英語でね喋った、あの YouTube の動画なんかね、いっぱいあるんですよ。へー、うん、でこの帰ろうとかね、まあ、この、あのアルバム自体が全部彼のオリジナル日本語なんですけど、右側にね全て英訳が入ってるんですよ。素晴らしい。うん、で帰ろうでは Go Home っていうタイトルになっててね、うんうん、全部書いてるのもすっごくね、まあ、ちょっとちらっとね、どうですかクリス、見てみたら帰ろうというね、なんとね、なんだろう、死ぬ時の、まあこれ曲なんですよね、イメージ。なるほどね。うん、それをね、もう22歳とかそんな若さでね、もう作って悟っちゃってる、人生悟っちゃってる感が、もうカリスマ性も何もすごいなと、うんうん、ね、はい、本当に思います。今ねすっごい注目されているねアーティストなのでね、ぜひ皆さんもね、どんどん聞いてみてくれたらなと思いますが、はい、ということで With Around the Globeもうね終わりに近づいてきました。いつもねホットな一曲をお届けしているんですが、ここでメッセージとかリクエストなんかをお待ちしておりますので、クリスの方からどうぞ。 radio@djsla.com ロボット、はい、もう一回 radio@djsla.com and FM move ちょっと待って、言われへんわ。神戸アットマーク FM-MOVE.com、 神戸アットマーク FM-MOVE.com まで、どし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 、はい、どしどし、ね、メッセージ欲しいですよね。なんか聞いてますよとかね、あの曲良かったよの一言でもいいのでね、はい、うん、ということでまた With Around the Globe 来週お会いしましょう。ではバイバイ。 Goodbye。Why won't you give it a try? With Miss Energy, will you take a moment to be honest to yourself? Can you take a moment to forgive your best? Will you take a moment to believe in yourself? If you take a step forward, the rhythm of energy.
change